イスカは、スズメメアトリカに分類される鳥類の一種である。ヨーロッパ、アジアの北部や、北、アメリカに広く分布する。日本には主に冬鳥としてトライするが、年によってトライ数の変動がある。少数だが、北海道や本州の産地で繁殖するものもある。全長17から18.5センチメートル。体重30から50グラム。スズメよりは、やや大きく、 翼長およそ9.5センチメートル。オスは翼とオハは黒褐色で、他は暗赤色。メスは額から背がオリーブ緑色で、体下面は黄色がかった白色。羽は黒海色である。主に信用樹林内で生活する。批判食器は数羽から十数羽の群れで行動する。群れの中には稀に泣きイスカが混じっていることがある。 樹木の種子や小さな昆虫を餌座とする。特に松の種子を好む。主に木の枝で採示するが、地上に降りて水を飲む姿がよく観察される。ロキシアカーバイロストラ松等の新葉樹の木の枝に枯れ枝を材料としたお安状の巣を作り、2から4個の卵を産む。放卵期間は約14日。ヒナは孵化してから14日ほどで巣立つ。イスカのクチバは、 左右互い違いになっており、このくちばしを使って、松や揉みなどの針葉樹の種子を追判で食べる。卵から帰って間もないひなは普通のくちばしをしているが、1から2週間経つと、先が交差してくる。しかし下のくちばしが右に出るか、左に出るかは決まっていない。また、このくちばしから、物事が食い違うことを、いつかのくちばしという。西洋では、 イエス・キリストが十字架に貼り付けになった時に、その釘を引き抜こうとしたため、このような口ばしになったという伝承がある。そのため、キリスト教文化圏ではいつかは、偽人のイメージを付与される。ありがとうございます。